ですね、はい、もうこの時間そろそろになると思うんですけれども、はい、長崎に原爆が投下された日でございます、黙祷を捧げたいと私も思っております。そんな中なんですけれども、その数時間後にですね、今日お久しぶりにお誘い撮影デートご依頼をいただきまして、それで今日のファッションチェックに移行するんですけれども、ご指定のファッションがこのファッションになりましたので、これにあとピンヒールですね加わりまして行ってまいりたいと思います。ちなみにですね、このスカートなんですけれども、44歳ムラタリカぐらいの頃だったと思うんですけれども、過去の YouTube でもちょいちょいとお話その都度してると思うんですけどね、当時横浜駅西口駅前に今ももちろん存在しているんですけれども、ラムタラさんという、ビデオ販売店ですね、ビデオ以外でも書籍とか、あるいはフィギュアとか、トレーディングカードとか、ゲームとか総合的に販売しているところの、スタッフで、その中でビデオの販売するコーナーなんですけれども、アダルトコーナーでなおかつマニアックフロア、何がマニアックって言いますか、いわゆるメジャーなメーカーさん作品、よく私も一応個人レベルですけどね、AV 活動している女優ということで、いるんですけれども、もっともっとメジャーな方々の作品があるフロアとは別に、女優さんよりもシチュエーション的なところが多いんですかね、あるいはニューハーフとか例えば盗撮系とか、フェチ系とか、SM 系とか、スカトラ系とか、銃関係、どんどんマニアックになりますね、はい、そういったフロアの担当でアルバイトスタッフをやっているときに、AV 女優さんをイベント、撮影イベントですね、をやっぱり行っていたりしている中で MC を並行してやってまして、たまたまお招きする AV 女優さんの当時の作品のそのジャケットのコスチュームが、奇跡なんですかね。これなんですよ。このスカートに、厳密にはぴったんこじゃないのかもしれないんですけど、ほぼほぼこのフレアスカートなんですね。なので、それをちょっと真似た感じで、やっていた MC 動画が、ラムタラ横浜西口駅前店のYouTube 動画にまだ残っているのかな、はい、このファッションじゃない時の MC の時の動画は多分まだ残ってると思います、はい、あ、若いみたいな、あ、髪短いみたいな、リカさんを確認していただければと思いますけど、話が脱線してますけれども、それを多分ご覧いただいているご登録者さんからご指定いただいている懐かしのファッションで、今日お伺いします。今日お伝えするテーマというかお題というか、はですね、そのファッションのことじゃなくですね、村田理香さんのそのモデルっていうのはシチュエーションモデルだということで、この間の YouTube ムービーでもご説明をさせていただいているかと思うんですけれども、
具体的にはというところで言うと、ちょっと前回の YouTube が音声、はい、入っちゃってます。お聞き苦しいですか。音声多重になっちゃって大丈夫ですか。もともとないものねだりの発想なんですよ。私が前世は純粋に男性でしたから、純粋に女性が大好きで、愛欲の対象ですよね。本当に大好きでしたから、エッチが、女の人をするのところが、今は、すっかり逆転しちゃいまして、女の人の立場になってセックスを受けることが大好きになってしまってて、じゃあ肉欲愛欲の対象だった女性をどう思ってるのか。肉欲愛欲はもうないんですね。敬愛する気持ち、敬う愛、そっちのが強いので、ふんずり返って女っていう立場にね、あぐらをかいている女性を見ると異様に腹立たしい思いがしますので、きちんと旋回と釘を打ちたくなっちゃうんですけど、まあそれを言ってみて、で当時その時にもうありとあらゆる、私は結婚はしてたんですけれども、風俗のジプシーだったんですね。もう探求心が、尽きることがなくて、ありとあらゆる風俗を体験しに行ってて、その中でやっぱりその NG って言われるものって存在するじゃないですか。この NG がなかったらもっと楽しめるのになっていう、もう完全にこの発想は男性脳の発想ですよね。エロチズムに対する飽くなき探求心、まあ、これが進歩だったりね、するところに直結するんですけれども、そこが原点じゃないかなと思います。よくデート嬢さんとお遊びってあるじゃないですか。デート嬢さんとデートすることがあって、まあ、デート中に乳くり合っちゃったり、あるいはこっそり隠れてさらにその一歩先に踏み込んだり、まあね、言ってしまえばこそっとテーブルの下でパクパクとかそういうのちょっと、いやプランに入ってませんから的なことになっちゃうと思うんですよ。ましてやその様子を盗撮っぽく隠し撮りとか、これも多分プランに入ってないですよね。さらに言っちゃえば、その撮った映像を例えば FC2 あたりに流して有料動画にしちゃってお小遣い稼ぎにしちゃってるとか、それも多分許されないですよね。できない NG 行為いっぱいあると思います。今度撮影会の撮影だと、今度撮影会でパシャパシャ撮りながら、で男の人的にシコシコってできるかって、いやそれはちょっとできませんよとか、当然ですよね。あるいはモデルさんにこうパクってやってもらえませんか、これ絶対無理ですよね撮影会モデルさんはもちろん。では今度は私がニューハーフスタートした時の一番最初のお仕事、ヘルスですね、デリバリーヘルスと、普通の箱ヘルと行ってましたけれども、じゃヘルスに行ってヘルス嬢さんとそのままこっそり、どっかデート店外とか、箱ヘル絶対無理ですね。デリヘルも多分ホテルでプレイが始まるのは OK なんですけど、そこから外出させてくれないですよね。ましてお外でパクパクとかパンパンとか絶対できないんですよね。ましてやその様子を盗撮したりして、やっぱりその FC2 あたりに有料動画にしてアップしてお小遣い稼ぎなので、これら全て NGNG って言われることをもしやった場合にはですね、おそらくですけれども、私は個人活動ですからそういうのは絶対ないんですけどね、
もうずっと8年続けてますけど、そういうことは絶対ないです。本当にズブの素人です。でも多分そういう先ほどお話しした、ヘルスにしても撮影にしてもデート上にしても絶対裏社会とどっかつながってるところが絶対ないとは言い切れないので、あと大変だと思いますよ。多分本物の追い込み入ってきちゃうと思うんですよ。絶対怖いですよね、そんなことになったらね。なのでその NG に対してその NG を、ね、無視するってことは絶対できないじゃないですか。でもやっぱり男の人のやっぱりね、エロに対する探求心というか欲望というか欲求というか、尽きることがないですよね。できたらいいな、 NG がなかったらいいななんていう思いが私の中にやっぱりふつふつと、ぶつぶつと常にあったような状況で、だったら私自身が我が身を持って、そういった垣根を越えてというか、しがらみを越えてというか、多分きっと商売としてでは成り立たないだろうとは思うんですけども、私個人が勝手にやることであれば成立するんだろうななんていうふうに思いまして、始めたのが今の裏タリカと周知 AV なデートの、ライフワーク活動ですね。ですのでほとんどご依頼いただくご登録されているメンバーの方は男性の方がほぼほぼなんですけれども、今まで叶わなかったことを撮影モデルの私を使って、いろんな欲を満たしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。これが私の本来の顔、ちょっと前髪いっぱい鬱陶しいですね。これどうしてこうなるかっていうと、私固めないんですよ。サラサラでしょ。髪を固めるの大嫌いなんです。私髪がこう常になびることが好きなので、ごめんなさいうざいですよね、すいませんと思うんですけども、何でしたっけ。完全に飛んじゃいましたね。はい、これがメインの顔なんですけれども、今度また別の時間で、心理プロファイラーというお仕事も当然今私の人生のスキルとノウハウを駆使してアドバイザーとして行っている仕事も詳細もちょこっと触れたいと思います。まだあるんですけれどもね、多分ライセンス取ったら取れちゃうと思うんですけど、麻雀はめっちゃ上手いんですよ。ただし弱いんですよ。ちょっと矛盾してるんですけども、麻雀も非常にプロレベルではあるところをもうちょっとお話ししたいと思いますので、はい、いろんな側面がある裏タリカです。で今日は、メインとなるナタリカとシューチエブのデートのちょっとどうしてそれが生まれたのか的なところをお伝えさせていただきました。いよいよもってですね、この右手が超痛いので、もうまっすぐ伸ばそう。はい、ちなみにですね、ちょっとここやばいんじゃないかっていうふうにコメントいただいてるんですけど、中学の時からずっとやばいって言われてます。宿毛をかけるとですね、トップがぺったんこになっちゃうんですね。ヘアメイクさんみたいなセットする方いる状況じゃなく、お部屋撮りですから、そして何もスプレーもかけてない髪なので、ぺったんここうなっちゃうのが、これがリアルです。はい、モデルさんとか芸能人目線、社会目線基準では実際ないということを知っておいてください。誤解ですよ、まだあります。はい、
ということで、今日すっごい長いムービーですね。久しぶりに、そろそろ16分、はい、になりますけれども、最後までお付き合いくださってありがとうございます。余計なのくっつけちゃいました。はい、では本日の、おしゃべりはここまで。エンディングトークです。MTF 塾上、50歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。